群馬県のニュースをお伝えします。空き家に侵入して着物などを盗んだとして伊勢崎署は2日までに住居侵入と窃盗の疑いで住所不定無職前田隆之容疑者52歳を再逮捕しました。再逮捕容疑は昨年9月2日から1月3日にかけて横浜市の専門学校の56歳の女性教員が管理する伊勢崎市内の空き家に侵入し着物やネックレス、商品券などおよそ56点時価合計およそ89万円相当を盗んだ疑いです。伊勢崎署によりますと空き家に入って泥棒したことは間違いないが着物は盗んでいないと容疑を一部否認しているということです。被害に気づいた女性が1月伊勢崎署に被害届を提出しました。前田容疑者は別の空き家に侵入したとして住居侵入容疑で4月12日に逮捕されていました。同様の犯行をほのめかしており伊勢崎署が裏付け捜査を進めています。2日午前9時半ごろ玉村町上福島の玉村デリカ第二工場の荷物搬出入口付近で玉村町上飯島の玉村デリカ社員山崎昭春さん37歳がフォークリフトに引かれ左足の骨を折る重傷を負いました。伊勢崎署によりますと山崎さんは玉村デリカの56歳の男性社員とフォークリフトで工場のゴミが入ったカートを運んでいました。カートが動かないように押さえていたところフォークリフトに引かれたということです。伊勢崎署が事故原因を調べています。高崎市の遮断機と警報機がない第4種踏切で9歳の女の子が列車にはねられて死亡した事故を受け高崎市はこの現場を含めた市内4カ所の踏切の危険性が高いとして早ければ来年度にも遮断機と警報機が共にある第1種踏切に切り替える方針を明らかにしました。この方針は高崎市の富岡健二市長が2日の定例会見で明らかにしたものです。高崎市の上信電鉄の遮断機と警報機がない第4種踏切で先月9歳の女の子が列車にはねられて死亡した事故を受け高崎市は市内に21カ所ある第4種踏切をすべて廃止する方針を決め来年度以降5年かけて必要な予算を確保することにしていました。これに関連して富岡市長は会見で今回の事故現場を含めた4カ所では上信電鉄との協議の結果利用者が多く危険性が特に高いと判断し速やかな対応が必要だとして遮断機と警報機が共にある第1種踏切に切り替える方針を決めたことを明らかにしました。費用は上信電鉄に求めず国の補助金も活用して市が負担するということですでに行った補助金の申請が認められた場合来年度にも切り替え工事が行われるということです。前橋市は2日79の個人と法人に対し固定資産税と都市計画税合わせて計およそ309万円を過大に課税していたと発表しました。税額を決める際に必要な前の年度の課税標準額を誤ったことが原因です。対象者には第2期以降の納付で差額を調整したり1年分を納付した2人には還付したりします。前橋市の小川明市長は納税者の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしましたこと心からお詫び申し上げますとコメントしました。対象者へは2日付でお詫びの文書などを郵送したということです。第96回選抜高校野球大会で県勢初の優勝を果たした県大高崎高校硬式野球部に対する県民栄誉賞の顕彰式が2日高崎市の県大高崎高校グラウンドで開かれました。山本一太知事が箱山春人首相らに顕彰状などを手渡し大きな夢と感動を与えてくれたと称えました。青柳博文監督は群馬の皆様に応援してもらい優勝できたこの賞に恥じないよう今後も高校生らしく爽やかな野球部を作っていくと挨拶しました。箱山首相は今度は夏の優勝旗を群馬に持って帰りまたこのような賞をいただけるような活躍をしていきたいと次を見据えました。以上群馬県のニュースをお伝えしました。